回に2点本塁打を放ち、ワールドシリーズで6試合連続本塁打の新記録を樹立したドジャース・フリーマンは、右手を挙げてダイヤモンドを回った。撮影、水島圭介、ロサンゼルス29日、日本時間30日、米大、リーグ、ドジャースのフレディ・フリーマン内野手、35、が、ヤンキースとのワールドシリーズ、WS 第4戦の1回に2ランを放ち、ワールドシリーズで6試合連続本塁打の新記録を樹立した。ブレーブスで頂点に立った2021年の最後の2試合から、今シリーズにかけてマーク、4-11で逆転負けし、快挙を白星で飾ることはできなかったが、ベテランが絶好調だ。絶好調のフリーマンが、また打った。1回1死2塁で、右翼席に運ぶ4試合連続本塁打。3塁を回ると、絶叫しながら、ホームを踏んだ。1回、2点本塁打を放ったドジャース・フリーマン。撮影、水島圭介、かなりクールだね。明日も打ちたいね。メジャー通算2267安打を誇る左の強打者が120度目の WS で2つの偉業を成し遂げた。WS 第1戦から4戦連発は史上初。ブレーブスでプレーした2021年の WS 第5、6戦を含めるとこちらも史上初の出場6試合連続本塁打をマークした。ドジャースが2020年以来、4年ぶり8度目の頂点に立てば、シリーズ MVP の受賞は確実だ。5回終了時、がん患者への支援と病気撲滅のイベントで、両チームの選手とコーチ、審判団が啓発のカードを手にした。10歳の時に母を皮膚がんで亡くしているフリーマンは、がんは私の家族にとってとても身近な問題。ヤンキースタジアムでの啓発活動に参加できることは素晴らしいと語り、カードにはマイマム、僕の母と記した。第5戦は第1戦で6回4安打1得点に封じられた右腕コールと対決する。第1戦の1回に3塁打を放った後の2打席は凡退。攻略は簡単ではない。打線がより多くの得点を挙げる展開を望みたい。このチームは各選手が何をすべきか理解しているとナインへの信頼を口にした。山田哲樹一球速報へ試合日程へ。